同じ戦犯でありながら、日本政府は日本の戦犯に対しては恩給やそれから徴収金などを処遇しているんですが、私たち韓国台湾出身の戦犯者にはいわゆる国籍条項により保障も謝罪も何もしようとしない。それではあまり不条理ではありませんか。私はいつも思うんだけど、私たちの戦犯仲間では148名が戦犯になっております。そのうち23名が経費者になっていますが、この経費者のことを考えると、とても日本政府のやり方では私たちは納得がいきません。というとも、この長い間のこの懸案を次の国会には定位問題を解決していただきたい、名誉回復をしていただきたいとお願いします。心から皆さんにお願いをし、訴えをします。よろしくお願いします。これまで伊羽根さんの思いにまだ答えられなかったと誠に申し訳なく思っておるところでございます。伊羽根さん、どうぞお元気で、このうちに必ず約束を果たす、そういう思いでおりますので、今日までご期待に添えなかったことをお詫びを申し上げながら、このお訴えにお答えをするということを申し上げて、ご挨拶に帰る次第でございます。